スラスト SSC スラスト SSC はイギリスで設計、制作された速度記録専用自動車で1983年以来の自動車の速度記録を1997年に更新すると同時に世界初の音速を突破した自動車にもなった。ジェットエンジン推進である。開発にはリチャード・ノーブル、グリーン・ボッシャー、ロンエアーズ、ジェレミー・ブリースらが携わった。 1997年10月15日、アメリカが州国ネバダ州において、時速 1227.985km の自動車の速度記録を打ち立てた。この数値は、マッハ1.016であり、世界で初めて音速を超える公式記録を残した自動車でもある。運転は、イギリス空軍中佐のアンディ・グリーンが務めた。SSC は、全長1 6 5メートル。 全幅3.7メートル、重量は10.5トンで、イギリス仕様のジェット戦闘機 F-4K-M に積まれるものと同じロールスロイススペイと呼ばれるエンジンを2機搭載している。その水力は合計223キロニュートンに達し、毎秒18.2リットルの燃料を消費する。一般的に用いられる単位に換算すると、最高速度で走行中の燃費は、 燃料1リットルあたり約18メートルになる。世界記録が作られた後、ワールドモータースポーツカウンシルは以下のような声明を発表した。なお実際には10月13日に超音速を達成している。しかし、ブレーキオパラシュートの故障により、制動距離が大幅に伸び、袋のスタート地点に戻るのが遅れ、制限時間の一時間に一分遅れた。そのため、 FIA 非公認記録ではあるが、ライバルだったクレイグ・フリード・ラブも超音速達成を認めた。リチャード・ノーブルは1983年にもスラストに、によって当時の世界記録を樹立しており、SSC とスラストには共にイギリスコベントリーのカブントリー・トランスポート・ミュージアムに展示されている。2016年現在、スラスト SSC の記録更新を目指し、 ブラッドハウンド SSC の計画が進んでいるスラスト SSC チームありがとうございます。